やばいよ、やばいよ、やばいよ。私が浜永くんの剣道言われ、あの浜永がお前におもり、あ、おもりたいって言うと来てくるかって一回3年生を送る会の時に行かされて行ったらめっちゃ怒鳴るけん、私が逆にこんなんだった。こう最初なんかすいませんでしたみたいな、最初なんかうちの球部の子がもう最後悪くすいませんでしたみたいな、先生が謝るの、いや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 みたいな感じになって、ですいませんでした、なんか次はどちらこうちゃらって言ったで、あこっちもごめんみたいな感じで言ったら、ゴーだって浜中のこれが怒りたくてピュンってなって、めっちゃ大変だ、怒られるような感じでめっちゃピシってなって、話の原理を語ったスパゲッティを食べてきたんだろう、私は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 上げるじゃん。